今の教えて四千頭身は、これが私の偏愛ですね。何ですかこれは。僕大好きで。オタクとかではないですか。偏愛を知ってワンランク上の大人になろう。30年間まあずっと好きだったんですけど、一本さんの本を作りたいっていうところが、あのめっちゃ時間とお金かかってんじゃないですか。まあ、6年ぐらい。好きが高じて本まで作っちゃった。6年もかけた偏愛が形になったものとは。いけたお前の本さんずり。あ、でもすげえじゃん、うん、でもメルカリで500円。ワンコインじゃねえかよ。まあ、またそれ食べてるのか。うまいんだもん。偏食も偏食偏ってるよね。パスの変態的気にかいでしょ、どちらかというと。匠のラップだって偏ってへんだよ。あれは偏ってない、普通に好きなだけ。ねえキャッチ、どうした。警戒だね今日も。うん、なんですか今日は。偏愛を知って違いの分かる大人になろう。なんだそれ。意味わかんねえよ、ついに。ついに、ついにって言うの。今回のゆるスマアカデミーは、イベントプロデュースなどの仕事をしている南紀先生に偏愛について聞いていくよ。先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は、南紀龍介と申します。南紀さん、はいはい、普段はあの広告マンとして、まあ、日本文化を海外に伝える仕事をしたりとか、あとは日本のこう、まあ、中だったり外だったりに、まあ、お店を作るみたいな仕事とかをしております。私が教えたいのは、テーマとしては偏愛っていうところをお伝えしたいなと。偏愛なんだ。偏愛あんま聞かない言葉だな。なんでこれで一本いけると思っていけんだ、楽しみにしとけって。まあ、偏愛ってその偏るっていう風に書いてあるところが、ここはすごいポイントで、あるものとか人だけをすごく偏って愛することですごくこう価値を生み出すみたいなことをちょっとお伝えできればなという風に思ってます。これを教わるって何どういうことなんだよ。分かんオタクとかではないですか。まあ、それをご説明するためにまずはうち僕の偏愛っていうのを。あ、先生の偏った愛を、はい、分かりたい。いただかないとな。ではスタッフさんお願いします。南紀先生が偏愛しているものはこちら。これが私の偏愛ですね。和菓子。和菓子だ。どうぞあのお召し上がりください。あ、いいんですか。いただきます。うん、うまい。おいしい。いわゆる和菓子だよね。うまい。うまい、和菓子が好きってことですか。そうですね、あの僕が偏愛してるのが東京にある一光庵さんっていう、はい、和菓子屋さんの水上力さんっていう職人さんが作った和菓子で、はい、僕はこの和菓子とあの水上力さんがすごく大好きで、小学生の頃にこの一光庵さんのお菓子を初めて食べて ものすごく感動してファンになったんですね。小学生の時に、はい、誕生日って、まあ、ケーキを買ってもらうと思うんですけど、ケーキの代わりに王冠を、まあ、狙って出してもらったんだ、はい、へー。ろうそくとか刺さないですよね。ろうそくはすごい迷って。ろうそくは欲しいんだ。あくまでも王冠にこう穴が開いちゃうなと思って、まあ、ちょっとやめて、まあ、だから歌だけ歌ってもらって王冠を前に。すごい真っ暗じゃないですか。真っ黒黒いお盆かなんかに乗せて真っ黒の上に真っ黒の予感。奇妙だよ。誕生日ケーキの代わりに羊羹をおねだりするほど一光庵が大好きな先生。その愛情が強すぎてある行動を。それは一光庵さんの本を作りたいっていうところが。あの、どういうこと。本って何ですか。30年間まあずっと好きだったんですけど、やっぱり和菓子ってもう食べたらおしまいのまあ表現方法なので、まあ、それをこうちゃんと残すことができると、まあ、水上さんが亡くなった後でもそのお菓子の価値っていうのをしっかりこう後世に残せるんじゃないかと思って、まあ、そういうそのための本を作ろう。お、どうした。こういう本なんですけど。先生の30年間に及ぶ偏愛
きにした一光庵七十二の季節の形。名店一光庵職人水上さんが丹精込めて作った和菓子がアート作品のように紹介されているよ。販売してるんですかこの本は。今ちょうど売り切れてて、今あの11月に増刷予定。売り切れたんだ。はい、鈴木さん食べたやつは出てますね。はい、あ、それですね、はい、菊の花開く、はい、俺が食べた菊の花開くだ。菊の花開くなんです。あ、春夏秋冬違うんですね。あ、そうなんです。季節をテーマにした、まあ、取り方をしてもらった。あ、なるほど、なるほど。七十二候っていう言葉がありまして、はい、この12ヶ月を、まあ、24節気っていうふうに分けて、さらにそれを3つに分けた72のこう言葉があるんですね。それが農作業とかに使う暦なので、さっきの菊の花開くっていうことをすると、こういう菊の花が開くような、まあ、季節が来たからこういう作業やろうみたいな。なるほど。季節の目印みたいな言葉があったので、はい、他にも初霜が降り始める10月23日から27日頃は霜初めて降ると呼ばれていて、職人水上さんはこのように表現。そうやって全七十二の季節を和菓子で表した、とても愛情のこもった一冊なんだ。めっちゃ時間とお金かかってんじゃないですか。まあ分厚いしな。あ、6年ぐらい。そんなにかかるんだ。仕事 の、 あの合間というか、そうか、週末とかに撮ってたんで。本業じゃないわけですもんね。別にそれがあの普段のこう仕事とは別にやらせていただいたっていう。これやっぱ英語の中でチャット文章で英語でも分けてるのは、その海外の人にもってことですか。そうですね、日本だけじゃなくて海外の人にも伝えたかったので、まあ、英語とフランス語が入ってます。なるほど。予算はどれぐらい。まあ、自分でお金出すかと思って、まあ、例えば同僚とか同期がボーナス入って、まあ、高い時計買ったり、はいはいはい、まあ、高い車買うぞみたいな、そんな感じで本作ろうとしてて、はい、あの実は制作費自体はそんなにかかってなくて、まあ、その友人とか、はい、あのその知り合いにお願いして、まあ、こういう本作りたいからちょっと一緒にやってくれないかってお願いで、まあ、もうほぼほぼ友達価格でやっていただいたので。あ、そうなんだ。友達にも手伝ってもらい、ようやく本を完成させた先生。しかしここで問題が。だいたい本の形が整ってきたので、はい、まあ、いろんな出版社に持ち込んだんですね。まあ、これは出るだろうと思って、まあ、海外の出版社にこう持ってったら、はい、なかなか和菓子の本売れるかどうか分かんないよねって言われて、まあ、結構ダメだったんですよね。じゃあこれどっか出てるんですか。じゃあ今なので、あのこの本自体はクラウドファンディングで一回もう出そうっていうことで、まあ、クラウドファンディングとあとはプラスこう自腹のちょっとお金を足して、はい、であの自費出版っていう形で、であの受注いただいてそれを送るみたいな形でやってました。で本もまあ1ヶ月ぐらいであの売り切れまして、なんか本当にすぐなくなっちゃったんですよ。すげえ。すごいです。あの最初1000部ぐらい刷ったんですけど、1000部がもう1ヶ月経たないうちぐらいにもうなくなって。すげえ。でもまだあの問い合わせが全然来てるので、うん、これだけやっぱ売れることが証明されたし、まだまだ売れるのであのちゃんと出版してくださいっていうことで。そしたら OK してくれたんだ、はい、やっぱ実績がないと。これが出るまではあんまりこう和菓子のこういう作品集みたいなものが世の中になくて、まあ、だからどれぐらい売れるかっていうのが分かんなかったっていうのがあったんですけど、うんうん、まあ、それをこう証明できたので売ることができたっていう。見てられるわ。好きな人多いですもんね、結局海外にも日本にも和菓子。売り切れた、お前の本。分かんない。さんずり。あ、でもすげえじゃん、うん、でもメルカリで500円アイコインじゃねえかよ、確実。サイン入り700円。200円しかねえじゃねえか、お前に。あんなに頑張って結局先生の偏愛はオタクってことなんだ。そうだ、偏愛じゃねえか。何なんで。そうですね、あの、まあ、まあ割とこうマニアとかオタクとかっていうのは割とこう、まあ、僕の意見ですけど、まあ、こう受動的にまあ消費するとか、受動的、まあ、こうあくまで楽しむみたいなところでこうやってるっていう感じが、まあ、オタクとかマニアに近いのかなと思ってまして、でちょっとこう偏愛っていうのはあの少しこう違って、まあ、そこからじゃあその水上さんの面白さってどこだろうとか、水上さんこういうふうにしてったらもっとうまく伝えられることができるんじゃないかっていうのをこう考えたり分析したり、
まあ、最終的に物を作るみたいな、割とこう形にする、生産するみたいなところが、まあ、ちょっとこう偏愛的な、まあ、ちょっと偏った楽しみ方っていうことでもあると思うんですけど、なるほど、それがこう偏愛的なのかなと。匠がもうラップの作詞もしてるように、お前ラップ好きでラップを作詞したわけだろう、うん、あ、生産をしたってこと？そういうことですよ、世の中に生み出して発信したっていうな。偏愛なんだあれは。でもあれの売り上げ1ヶ月6円だったよ全然金にならねえな6円全然金にならないやん。好きなものを研究してそこから何かを生み出すと偏愛につながるよ。次回のゆるスマアカデミーも偏愛。イチローさんだと試合の前にカレー食べるみたいなのって、まあ、あれも実際市場を作ったんですよ。朝カレーっていうのができたんですよ。偏愛は意外と身近に存在するかも。こちらの番組でお和菓子の会がありましたらぜひ読んでいただければ。水上さんいますよ、そしたら。なんで先生なんですか。まあ、そうですね、僕もそっちの方がいいと思います。でかいですね。確かにでもスタイルのいい方で。はい、ありがとうございます。何センチですか。187。うわ、すごい。センターバックぐらいある。センターバック。いや、夜だろ。センターバックに。